レティシア、レイモンド、よくぞ無事で戻った。お父様もご無事で何よりです。一体何があったというのですか。ある日突然あの異形の者どもが空から降りてきたのだ。ニルベス大陸の一部はあっという間に制圧された。トラス戦族について何か情報はないのか。トラス戦族の多くは集落から離れ、ほとんどはオーシディアスやバイルに避難されています。一部ニルベス王都に避難した方もいるようですが、皆さんご無事ですよ。そうか、よかった。ニルベス一部地域制圧以後、奴らは沈黙を保っています。目的が皆目分からず、王国も帝国も海上でニルベス方面を睨むことしかできないでいる状況です。彼らはスコピアムです。それは分かってるわ。第一の目的はおそらく古代リモン遺跡そのものでしょう。星の世界でも彼らは類似した遺跡を襲撃していました。だがその目的を持った掃討派はすでに消滅したはずだ。そんなこと言っても実際にいるんだぞ。どう考えても掃討派のやり口だろう。レイ、アスタ4号星地表から通信です。おそらく衛星を返したスコピアム施設からのものと思われます。え、なんで。遅いお戻りだったな、輸送艦アルダスの諸君。この声は。ヴァルドール、あなたは死んだはず。生きていたか。意外ではないですね。スコピアマイズしていたのですね。開闢眼血の時点ですでにあの体はあまたあるヴォルドールの殻の一つでしかなかったということですか。そのようだ。すでにスコピアマイズによりスコピアム化したヴォルドールは意識体が他のスコピアムと比べてスコピアムネットワークと強く結びついているのだろう。どういうことだ。まさか何度倒しても新しい体を手に入れて復活できるわけじゃないだろうな。そういうことになるな。ふざけろよ。私は当初の予定通り総統の意思を継ぎ、神聖スコピアムとして全銀河を融合することにした。予定通りだと。そんな、じゃあ初めから。ニルベスの歴史、伝統、全てが我が神聖スコピアムの最初の融合対象としてふさわしい。ふざけたことを。アスター4号星に住まう全ての者たちに告ぐ。私は神聖スコピアムの総統として全銀河に住まう人々との融合を目指すこととした。このアスター4号星の人類はその先駆けとなる。全ての不安と不幸を取り除くスコピアムを受け入れよ、広めよ、啓蒙せよ。スコピアムこそが全人類の到達するべき命の姿なのだ。レティシア・オーシリアス、聞こえているのだろう。きっと君たちはまだ抵抗をするつもりだろう。だが君たちもまた私が幸せにしたいと考える人々に含まれている。何を。待っているぞ、仲間を増やしながらな。レイ、ニルベスの建造物からスコピアムらしき飛行体が一斉に飛び立ちました。世界中に拡散しています。まずいわね。もし都市を攻撃されたら長くは持たないわ。かといってレミントンを倒した時とはわけが違うんだろう。倒しても復活するような相手を一体どうやって倒せというんだ。ヴォルドールに対抗するための方法を調査するしかない。どうするんだ。調査資料を増やすためにあの塔に接近する必要がある。危険を冒さずに調査は不可能ってことか。クロエ、あの塔の内部に直接降下は可能か。
センサー波が遮断されているので直接降下は不可能です。近所に降下して歩いて近づくしかないか。大丈夫ですよ、きっとなんとかなります。おっしゃる通りです。そうだな、これまでずっとそうしてきたしな。よし、まずは接近、できれば突入。考えるのはそれからだな。